松林飯山慶応3年に1月3日は幕末の大村藩士、受学者。意名は禅の心、号は飯山、字は白、大鳥、通称は蓮之助。父は大村藩位、松林安明明。筑前国沢原軍、羽戸村に生まれ、やがて大村藩領霊裏に移った。幼少の頃から神道の誉れが高く軍部業に見出され、 家営三年、十二歳の時に、藩主、大村淳博氏に、投資選を進行した。これをきっかけに、藩主に取り立てられ、藩公御教官の表ただ沈めとなった。家営五年、淳博氏に従って、江戸に出て、浅香4歳の塾に入門し、頭角を表し、塾生の主席となった。安政四年、昌平公に入学、十九歳で助教に任命された。 安政六年、大村に戻ると、藩は御教官の採取に任じようとしたが、飯山はこれを辞退し、自責である学頭となった。万円元年八月、淳広氏の命により、大阪に出向き、藩邸に滞在しつつ、京都の政場を探索した。大阪では、小平校の学友であった松本啓道、岡六門と三人で総松岡塾を開いたが、 金納思想の拠点のような感を示したため、京都諸市大から問題視された。このため、塾は6ヶ月で閉鎖され、飯山も大村に戻った。文久3年10月、五教官の採取となった。また、この頃から、学問だけでなく、反省へも参加するようになった。同年12月頃、渡辺正左衛門、渡辺昇楠本正太からと共に、金納派を結成したが、 これが後に、大村三十七市と呼ばれる同盟に発展する。慶応三年一月三日、飯山は自宅近くで襲われ、絶命した。また、同日、加労の針を急、左衛門のも襲われ、重傷を負った。事件は、砂漠派の犯行とされ、半死千人を動員した捜査が行われた。結局、切腹二人、獄門、残首二十六人という砂漠派の大粛清が、 行われた。明治24年14位を追贈された。ありがとうございます。